名前呼び解禁らしいね。謎に今日。こんばんは。今日のチークかわいい。本当？アニマト。濃く入っちゃった。そう、今日はツールドフランス2022名場面集同時視聴配信でございます。リップ何のやつ？これはいつも使ってる B アイドルのムッチリップです。ジラシプラム。準備 OK ですか？早い早い。ちょっと待って、私ができてない。もうね、 AirPods なくしたからね、ほんと QOL 下がってさ、今回の同時視聴配信も音なしで見なきゃいけないんですね。私は人が集まるまでちょっと待ちます。だべろう。それまで今のうちにツール2022名場面集エピソード1、皆さん見れるようにしといてください。そう、 AirPods なくしちゃってさ、どこでなくしたんだろうって。なんかね、ずっと探して、お電話いろんなとこに電話かけてるんだけど見つからないの。片耳イヤホン？いや、あれなの、 iPad で見るからこのタイプ C のイヤホン持ってないっていうね。で、 AirPods のなんか iPhone だとさ、探すっていう機能が使えるのよ。使えるんだけど、その GPS がついているのがこれで、私ケースだけをなくしたの。ケースだけを。で、そのケースには GPS がついていないから探せないっていう。おしまいです。終わった。そう、ケース、なんかAirPods つけてて、なんかケースしまおうってしたらケースがなくって、終わっちゃったっていうこと。悲しい。ケースだけ買えるの？ケースだけ買えたらもう買うわ。もう丸ごと買い替えるのはさ、ちょっと嫌だから。ちゃんとイヤホンだけあるからさ。あ、そうなんだ。ケースだけ買えるんだ。じゃあケースだけ買おう。もう悲しい。そう、これのみ、これなくしたら探すっていう機能を使えるんだけど、普通にお家でポポン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 って音鳴って、なんか探すアプリ使うとね、その音を鳴らしてくれんのよ。で、あ、音する音するって言ったら、うん、これ耳刺すやつだけ。それは知っとる。ケースを探しとるんじゃいってなった。悲しい。ちょっと人が集まるまで待ち中です。なんかどうしよう。あと4分後、10分になったらポチってしましょうか。もうテロップは文字数制限で打てないので。あ、ウェルカムコメント、ウェルカムコメントに書いてあげよう。なんて親切なんでしょうか、J スポーツ。
そうなの。みんなは J スポーツサイクルロードレースの YouTube チャンネルを開いてツール2022、名場面集を開いて奇襲作戦からのワウト独走劇を開いておいてください。エピソード1から5まで一緒に見る。はい。そう、奇襲作戦ってやつを開いておいてください。私も開いとこ。 CM 挟まるからね。これ音、これ音聞きたかった。日本語解説入っとるやん。うん、よし、あと1分で開始いたします。皆さんご準備ください。マリメッコのピアスかわいい。これマリメッコじゃないねん、普通のピアス。よっしゃ、あともうちょっとだ。いつからロードレース好きなの？最近だよ。ジロー始まるから J スポーツ、なんかこと2年前ぐらいからツールドフランスおもろってなってて、でもそれ YouTube でハイライトでちょくちょく追ってたくらいなんですけど、で今年からちゃんと J スポーツ加入してロードレース観戦しようってなって今激ハマりしています。では皆さん準備はよろしいでしょうか。10分になりました。ではツール2022名場面集奇襲作戦からのワウト独走劇ツールドフランス2022、第4ステージ見たいと思います。3、2、1ポチね。では3、2、1ポチ。ズンチャンズンチャンプレイバック。そう、このね2022のこれ私リアルタイムで見てた。このワウトの これ有名なシーンなんですけど、奇襲作戦からの独走劇第3ステージまで3日連続2着。はい。ワートファンアールト。この時はユンボ・ビスマでしたね。ユンボ・ビスマはチームの名前で、今はビスマなんちゃらなんちゃらバイクっていう、だからスポンサーが変わって名前が変わったんですけど、ビスマの人ですね。ワウト。ワウトはバカバカ強い、バカ強選手です。あ、そう、ビスマリースアバイクね今お名前が
待って、これ音聞きたいんですけど、私もみんな音聞いてるんでしょ。はいはい。4級山岳っていうのはなんかちょい低め、ちょい低め山。4級山岳、3級山岳、2級山岳、1級山岳っていうのがある。距離は、うん、毎日こんぐらい。あ、でその1級山岳の上のバカやば山もある。超級山岳ね。もうさ、横風分担とかさ、まだいまいち分からん。私も寝ビスマが風上に立ってた。あ、そう、この4級山岳多分ポイント取れる4級山岳に向けてイネオスっていうグループが、この集団で走っているこのグループの主導権を握ろうとしているっていう。80キロも超えております、時速。下り坂ね。何してんだこれ。チームでまとまって走ってる。で、あの、よっしゃポイント取りに行くでっていう逃げの選手が今飛び出してる感じ。一人の、これどこのチームなんだろう。あ、でこのワウトが入っているビスマーが主導権をイネオスから奪って、山の登るところから一気にペースアップして、あ、めちゃめちゃえぐいっすね。このワウトが前のステージで2着が3回続いちゃったから、絶対に今日取りたいっていうステージだったっていうことですね。でこっからワウトが一人でうおーっと、実況聞きたいのにイヤホン使えないの悲しすぎ。あ、でこのワウト、黄色い人がね、ワウトね。え、字幕出るの？え、自動生成じゃん、字幕。この残り11キロの独走長い。
観客やばくない、こんなにいっぱいいるんだよ観客すごくない、こうやってバババババって叩いて応援してるみんな。字幕自動生成出しとこう。独走イエーイ。でこの後ろのこの人フィリプセン、このワウトが先行して言っていることを知らずに無線も聞けてなくって勘違いしてガッツポーズしちゃったの。なんかだいたいなんていうの、アタック仕掛けるとき他の選手もあ、そうはさせねえぞって言ってついてきたりするんだけど、この加速がビスマの加速についていけたのはイエツで、みんなもついていけずにワウトがブワーって行っちゃって、でフィリプセンが勘違いしちゃったっていう、ちょっと面白いレースです。そう、大体は捕まっちゃうんですよ一人で。うわ行くぜって言っても大体は追いかけて、で集団の人たちもこの捕まえにそうはさせねえぞっていけるんですけど、そんなおもろレースでした、はい、ではお次次みんなエピソード2ポガチャル VS ヴィンゲゴ死力を尽くす激坂バトルです。これ絶対にみんな見て、またちょっと止まっといてください、止まっといてください、一緒に見ましょう。エピソード2ポガチャル VS ヴィンゲゴ死力を尽くす激坂バトル。皆さんてか勝手にさ再生リストで次いっちゃうんかな、ちょ待って待って、オッケーかなみんな、あ、あそう逃げはめっちゃギャンブル。では行きますよ皆さん、準備 OK かしら。あ自動再生だと4いった、待って待って、激坂バトルの方激坂バトルの方用意しといてみんな。なんか自動再生とかあるのか。では行きますよ、ちなみに今はタピオカを飲んでいます。え嬉しい、初見の方いるね、ありがとうございます。めっちゃにわかなんですけど今楽しんでロードレース見てます。ではお次エピソード2いきます、3、2、1こっち、ペペペ、この動画ね
ガチャルは先日のジロデ、私がすごくうるさかったジロデイタリアのなんて言うんですか、総合優勝のした人なんですけど、これはツールドフランス。でポガチャルのライバルのビンゲゴート戦ってるぞっていう動画ですね。全部で何ステージあるの？21ステージです。山岳には1級とか2級があるの？そう、ランク別であって設定されてるんだ。 J スポーツオンデマンドに入らないやつは呪われるかもしれないらしいです。なんかね、この選手の後ろにさ、めっちゃサポートか車がすごく走ってるじゃん。これなんか全部の車両がトヨタっていう情報を耳にしたことあるんだけど、本当？これ全部トヨタ？我ら日本が誇るトヨタ？なんかそう、今年のジロの実況の時にサポートか全部トヨタなんですよねっていう下りがあった気がする。あ、その年によって違うんだ。あ、そうなんだ。じゃあ今年のジロデイタリアがのサポートカーが全部トヨタだったんだ。へえー、シュコだ。あ、オフィシャル公式のサポートカーがトヨタなのか、チームカーは違うのか。そっかそっか、ベンツとか BMW のチームもある。サポートカーでやば。あ、で始まりました。こうやって登っていくんですがな。24%？ やば。このゴール間際の勾配が 24%、 これやばいです。選手これやばいけどさ、それに加えて選手たちはこのずっと前からもう100キロ以上走って、で最後に 24% の激坂が来るってことだから、これはやばいことですよ。うん、立ちこぎするとひっくり返っちゃうくらいのですね。ほう、煙な。あ、この一番前にいたこの白い赤のヘルメットの人、マイカ、私が好きな人ですね。
黄色がポガチャルの。広告入った？頑張れ急げ間に合え。この 20% の、あ、越されてしまった選手はヘトヘトになってた。これ 24% で走るスピードじゃないから、ね、スピードを上げてんのやばすぎるから。あー、ビンゲゴヨタ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 なってた。いや、ウィンゲゴーの加速もやばいけど、いやすごいんだよなこの。ビンゲゴあれ、これみんな見て、黄色のジャージのポガチャル、ポガゲが出てます、ヘルメットから。この毛が出てると調子がいいっていう。このね、このポガチャルのメッセージも見てください。なんかこのポガチャルはね、なんて言うんだろうな、人に対して深いというか、なんかチームメイトのために走るんだみたいなとか。そう、今年のジロもそうだったんですけど、チームメイトが自分のために走ってくれてるから、それに応える。なんか別にもうインタビューで見たんですけど、そう、このチームメイトに応えるために、なんて書いてたっけな、そんな別に狙わなくていいけど望んでくれるんだったら僕はそれに従うよみたいな感じの人で、それ脚力なかったら狙うこともできないからね。でそのアシストたちはポガチャルのこと信頼して頑張って前走ってくれてるわけですわな。うん、なんか人としてできてるちゅうか、尊敬できるところがありますよね。面白かった。そう、この UAE、 さっきのポガチャルのチームですね。初見です。今どのあたり再生ですか。次がエピソード3、無慈悲なポガチャル包囲網を見たいと思います。支度しててください。広告飛ばして000のところで止まっておいてくださいな。イエロージャージって山岳コースが強い選手が切るの？ううん、このツールドフランスはね、なんて言うんだろう、このステージ
スタートからゴールまでそれを毎日21日間やるんですけど、それの総合時間が一番短い人が着るジャージで、その日の総合時間が短い人が着るジャージなんです。そう、タイムで決まるの。山岳は赤い水玉模様着てます。そうなんよな。早く次見よえ、楽しみにしてる嬉しい。じゃあちょっと次エピソード3ご用意いただけてますかい。だから賞金はみんなで山分けらしい。いくらもらえるんだろう。あのマイカの引きには答えざるを得ないよね。いやそうなんよな。ツールマイカ出てください。本当にて見たけど面白い。え、嬉しい、ありがとう。ちょっとこうでもしないとさ、あんま触れる機会ってないじゃん、ロードレースとかって。よかったら私きっかけにちょっとだけでも知ってもらえたら嬉しい。追いついた。お、じゃあエピソード3行きましょうか。少しずつ覚えてきて楽しくなってきた。ありがとう。ではでは、無慈悲なポガチャル包囲網行きたいと思います。この動画は辛いです、私が個人的に。行きます。 3,2,1 ポチ。このポガチャルが怪物的に強すぎて、で先ほどのポガチャルのライバルビンゲゴー、このビスマっていう黄色いユニフォームのチームが結託してチーム戦術を徹底的にポガチャルに仕掛けるっていう。ビンゲゴー、ログリッチ、ワウト、あの鬼強三人衆です私が真っ先に覚えた有名な選手なんですけども、ガリビエ峠、このコースとかもね毎日変わるから面白いんですよ。ひめたん、しゃかりきって自転車漫画読んだことある？ないんだけど読みたいし、そのしゃかりき書いてる作者さんがそもそも好きな方で読みたい。これやばくない？このコース、見て、やばすぎない？これ曲がるのもむずそうすぎて。こんなところ走るんですよ車で走るのもね大変だよね。ねえ、 CM 入っちゃったCM 入っちゃった。あ、飛ばした。ユボビスもアタック開始。いろは坂でロードレースやってます。でこのさっきの最強三人衆が定期的にアタックを仕掛けて、でポガチャルが黄色いジャージ着てるからよね、アタック逃がさねえぞって。のビスマはエースに黄色いジャージを着させてあげたいからこの作戦を取ったんですよね。ポガチャルを
休ませない、ずっと仕掛けて追いかけさせて疲れさせるっていう。なんでこのアビスマ黄色ではないね、黒黄色かな。で、マッキッキの、マッキッキがポガチャル。でもこうでもしないとポガチャルが強すぎて俺たち勝てねえよっていう。あ、そっか、色被るからね。なんかジロもそういったチームがあったらしいね、ピンクの被っちゃうからって。ポガチャル、うん、この多分総合タイムが近いから余計にポガチャル的にはビスマの選手を前に行かせたくなくって追いかけなきゃいけないんだけど、それをそのビスマのみんなが変わる変わる行くから、ずっとずっと追いかけなきゃ、全速力で追いかけなきゃいけない状態だからめっちゃやりづれっていう。で、この仕掛けてた3人の中の1人が今離れちゃった、ロブリッチ。あー、あ、そう、遭遇総合でタイム差が離れすぎてると別にポガチャルにとってはそのタイムが離れてる選手たちは見なくてもいいから、今回はビンゲゴーっていう選手がタイム差近いからビンゲゴーに前を行かせなければいいっていうお話をしてた、してます。絵で説明してえ、もう分かるでしょ、一緒に走ってるみたいだけど実はタイム差あるのね。あ、これはね、第11ステージだから、第1ステージから第10ステージまでのこのスタートからゴールのタイム差はあるんですよ。全部の全ステージのタイムを合算させて競ってるから、そう。あ、でここでワウトがさっきはぐれちゃったログリッチを連れ戻すために待って、ちょっとスピード緩めて待ってくれています。で、さっきのポガチャル攻撃三人衆を作り上げるために、山岳なのに前にいる緑ジャージ、うん、そう、やばいんだよね緑ジャージはスプリント直線、山じゃなくって直線がいっちゃん強い選手が着るジャージなんですけど、なぜか山のステージでめちゃめちゃ先頭集団にいるっていう。引き上げるってどうやって？2人でね走ると
一人で走るよりも二人で走った方が空気抵抗が少なくなって体力的にあんまり削られなくなるんですよ。あ、悪魔おじさん悪魔おじさんはツールドフランスの名物観客ですね。この黄色ジャージの前にいる白ジャージがマイカって言ってポガチャルのアシストをする選手なんですけど、今一生懸命ビンゲ号を追いかけていますが、差が やっぱりこのビスマの仕掛けた攻撃が効いてきているっていう。ビンゲゴンについてるのは G？ そう、疲れちゃって、いやでもそりゃそうよっていう。この有識者の皆さんさ、私が喋ってることは合ってる？ちょっと訂正することがあったら教えてください。なんせ蝶々今年からちゃんと見始めたので。のついてきてるさ、バイクたちの量もすごくない？合ってる？本当？ほぼほぼ合ってる？ちょっと皆さん、もう危ない！やめてください、観客。なんかさ煙巻いたりとかジロもあったじゃん。こういうの本当取り締まれないのかね。ずっとさ、このコースさ、この柵作っちゃえばいいのに。で、ポガチャルとのタイム差が超えたから、このマイオジョーヌっていう黄色いジャージをポガチャルから奪い取れたっていう回でした。悲しい。ポガチャル推しとしては、でもビンゲゴーも好き。このエビンゲゴっていう選手がね、あの怪我めちゃめちゃ負ってしまって、そうで今リハビリとかをしているんだけど、今年のツールが、あと1ヶ月、6月29日からなので、間に合うのか。あ、でもこのねビンゲゴとワウトのハグいいですよねっていう動画でした。そう、これぞチーム戦って感じで面白い。そう、ロードレースはチームなんですわ。チャンピオンベルト奪う的な認識で OK。 そう、チャンピオンベルト、なんかジャージはチャンピオンベルトそうです、そうです。そのジャージを毎日マイステージ奪い合いがあるっていうのがロードレグランツールなんですよ。
200キロずっと柵作るのは難しい。かわいそう、本当に私が作ってあげたい柵観客本当危ないから。だってさ、今年のジロでね、なんかワンちゃんの散歩するおばあさまが横切ったりとかもあったよね。ね、そう、あれ何だったんだ、あれいつだっけ、今年のジロでもさ、ワンちゃん連れてふんふんふんって普通に歩くおばさまがいらっしゃってびっくりした。あと普通に動物横切ったりとかして、そうそれがワンワン落車なの？ちょっとあんま分かってないんだけど、ワンワン落車、モーモー落車、それ動物の影響ね。本当、まあしょうがないじゃしょうがないけどさしょうがない、しょうがないか。でもね、選手たち気をつけてほしいですよね。いや、そうね、ツールド北海道とかでもね事故があって、それは車が来ちゃったんだよね。本当に防げるものは防げるようにちゃんとしてもらいたい。本当にそう、ロードレースちゃんとね戦術があるんですよ。そう、見てるとね分かってくるんだ。うん、楽しい、嬉しい。いや、そうなんよな、防げる事故は絶対に防ぎたい。うん、昔ツールのゴール直前のスプリント争いで警備の警察官が選手の写真撮るのに夢中で選手とぶつかった。レースによっては踏切間違ったり、そうなんだ、踏切普通にカン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 ってやつ、それ見たいんですけど。踏切みんなで待つの、電車通るの。僕は平地で無謀な逃げかます選手が好きですそうなんだ。もう私山岳ステージ見るの大好きなんだよな。箱根駅伝でも踏切待ちあったんだ。あ、嘘、踏切待ち何ステージ見たい見たい、おもろいね。推し選手は UAE が好きです。あとガンナですかね。うん、あとね、ゲラント・トーマス好き、あとアラ・フィリップと、あとなんだっけ、カルメジャーヌ好き、カルメジャーヌ、リリアン・カルメジャーヌが好き。もうなんだっけ、第一ステージでもういい選手だなと思っちゃった、カルメジャーヌ、今年のジロで。なんかね、ごめん、ちょっとエピソード4に行く前にちょっとお話しするね。なんかカルメジャーヌ第一ステージ、今年のジロの第一ステージか第二ステージの時にカルメジャーヌがなんか山で逃げで飛び出していったんだけど、でその後の山かな、山でその一緒に逃げてた、一緒に逃げてた選手に引き離されちゃうのよ、カルメジャーヌで。あ、もうダメなんだ、疲れちゃったのかなって言った時に、で次のもう一つの山が来た時に
カルメジャーヌがもう余裕でビューンってかましてって、で最初の山のあの引き離されちゃったのは演技だったみたいなそういうのもあるんです。やばくない、その選手で。その山下る時にめっちゃなんかふざけた表情をしてたみたいななんか再婚ペロンみたいな、ペロペロみたいな顔芸をかますっていう面白い選手でした。そう、三味線弾くっていう、三味線弾いてた。なんていうの、なんて説明したらいいのかな、なんか演技派みたいな選手が面白かったです。全員ベルギー選手のライバルたちが好き。そうなの、でも大好き、それでファンになっちゃったカルメジャーヌベテラン選手らしいね。カルメジャーヌの師匠の真似してたんだ。そういったおもろい選手もいるので楽しいんです。チーム戦だけど個人で順位つける感じなの？そうだから、あのチームの中にエースがいて、でその他は全員アシストなんですよ。合ってる？大丈夫？でアシストはエースを、まあ、チームごとに狙ってるものはみんな違うんですけど、そのチームの代表選手、エースの選手を勝たせるためにアシスト全員が前を引いてあげて、で序盤はアシストたちでサポートして、で勝負どころでよっしゃエース行けっていうためのその120キロぐらいを21日間毎日やるっていう。あ、そう、ペリツァーリも好き。ペリツァーリ若手選手ね。そうそうそう、チームによってね、スプリント賞、さっきでツールドフランスで言うと緑のジャージを着せたいっていうチームとか、あと総合優勝の黄色いジャージ着せたいっていう狙いのチームも様々なんですよ。それによってなんかね、今日のステージで先行して逃げていく選手をなんか別に、あ、今日狙ってるステージじゃないし、うん、別に逃げててもええよっていうのもある。あ、別に今日前行ってどうぞみたいな日もあったりするし、いや今日は逃がさねえぞ、逃げ許さんぞって言って、お前行け、よっしゃっていうのもある。チームの点数はないの？え、ね、チームの点数はないのこれ知らない。え、チーム優勝とかないの？あれって、その代表選手が優勝したらもうそのチームの名誉みたいな感じなの？え、そういえばそうよ。あ、チーム優勝あるんだ。それは表彰でされてた？昨日チーム総合優勝ある。それはさ、何なんだ？あ、チーム表彰あったあー、総合賞、チーム上位3人の合計タイム。あ、それで競ってるんだ、それで決まるんだ。上位3名の合計タイムで表彰される。でも解説者ですら去年どこ優勝したっけというくらい覚えてない。まあ、個人戦個人賞が割と上げられるのかな。ジロではデカトロンが勝ってる。あ、そうなんだあ、へえ、なるほどね。
あ、マイステージごとにチーム優勝があるの？そうなん？ありがとうありがとう、総合賞。でここがねややこしいことなんだけど、なんかなんていうの、ね、合計時間で表彰されるとかあるじゃん。で平地ステージと山ステージでもらえるジャージがあるんですけど、平地ステージはツールドフランスでいうと緑のジャージで、山のステージは赤の水玉のジャージをもらえるんですけど、これは合計時間じゃなくてポイント合戦なのね。この区間ごとにこの区間で一番先に着いた人が何ポイント、2位は何ポイント、3位何ポイントとかで、その合計ポイントで競って、その前ステージごとのポイント数によってそのジャージを着れる選手が変わるんです。で黄色いジャージと、ツールは白いジャージか、あの若手、若い子、年齢24歳以下の選手の、あれも合計時間なの？あの白ジャージ、それは多分合計な気がする。ジロはね、なんかインテルジロとかあって難しかった結構あ、合計時間か、若手ちゃんも、あ、新人賞ね、新人賞も総合合計時間なんですわな。これをちょっと頭の中に入れておくとちょっとだけ分かりやすいです。難しいのよ、そう、そこだけちょっとだけ覚えておくと良い。あとね、広東省っていう、そのステージでいっちゃん頑張った人にもらえる賞とかもあったりします。うん、もうなんか、あ、もう今日のステージ間違いなくこの選手が広東省だよねみたいな話も出てきたりする。面白い、 MVP だね。黄色と緑とかをダブルでゲットする人とかっているの？それがね、あの今年のジロではポガチャルがそうだったんだけど、総合タイムの優勝とあと山岳賞の優勝、2つのジャージを手に入れる選手もいるけど、珍しすぎるよね。だってポガチャルは山頂ゴールで全て稼いだもんね。関東省はフランス人有利、まあフランスの大会だからねうんうん、総合時間の狙いの逃げ選手と山のポイントが取りたい選手が手を組むとかも戦略がある。そう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 、協調って言って一緒にバビューンって集団で走ってる人からバビューンって飛び出した選手で、この2人の選手目的が違ったら協力して走るっていうのもある。そう、あの黄色いジャージ欲しいんだよねっていうのと、あの水玉のジャージが欲しいんだよねっていう人がいたら一緒に風よけし合って、その区間に入るまでで、区間の前に来たらピュンって行ってシューってそのまんま争うこともなく通り過ぎたりとかもある。確かに2枚もらったらどっち切るの？多分総合の方優先じゃないかな。で今年のジロデイタリアはポガチャルが2つのジャージを持っていたんですけど、
この山岳賞のジャージの方は繰り下げて、日本勝ってるかな、繰り下げて2位の選手が来てた。あ、ジャージ着る優先順位決まってるんだ。黄色水玉緑の独占はかつてエディ・メルクスという名選手がやってますね。あ、出ましたよね、ジロでもお名前が。ポガチャルがまるでエディ・メルクスって例えられてますけど、見たことない選手、見たい。よくわからないから部屋で実演して見せてくれませんか。どういうこと、レースを待って待って、やばいよそんなことしたら。はい、ではいっぱい喋ったので、次エピソード4、怪物ポガチャル、仲間のために戦う怪物ポガチャルをお次見たいと思いますので、皆さんご準備ください。000のところで止まっておいて、チームが別々なのに協力し合うの？そう、チームによって狙ってる賞が違ったら協力し合うのよ。でも違うチームが総合優勝を目指してっていうんだったら話は別で協力しません。バキバキバチバチ、そこは協力絶対しない。うん楽しいついていけてますか、お願いします、ついていってください、よろしくお願いします。はい、そう、あー1位を落としたい、2位3位の協力もある、やばやばいね。今年のツールはどうなるんでしょうか。うん、それでは行きますぜ。エピソード4、仲間のために戦う怪物ポガチャル、3、2、1、ポチ。これまた熱い動画です。やっぱりエースのためにアシストみんなは戦うので、エースはそれに応えようっていう。あ、そっか、この時は UAE ポガチャルのチームが仲間がリタイアしまくっちゃったのかな。やっぱチーム戦だからさ、人数が少ないと不利なんですよ。風よけとかできないし、前引いてるとそれもまた体力消耗しちゃうし、人数が多いとさ風よけの交代交代ができるじゃん。だから人数少ないと風よけしないといけない人が少ないからこそ疲れちゃう、より疲れちゃう。で制限時間もね、うん、一級山岳やばい、待ってみんな、 Wi-Fi、 あ、 Wi-Fi 大丈夫そう。でマイオジョーヌ取られちゃった、黄色いジャージ取られちゃったから、ポガチャルが奪還目指すぞって言ったけど、あ、マイカがリタイアしちゃったんだ。名アシストの大ベテランマイカタンがリタイアしちゃったから、これいけるかな奪還って。
で4人で UAE は頑張るっていう。チームの人数は同じ、参加しているチーム全体的にはなんだ5人なのかな、これって8人じゃないの。やだー、チェーン切れちゃったんだ、足切っちゃったんだ、前方今回のエピソード4の動画は黄色いマッキッキノがビンゲゴ、白がポガジャル。待って Wi-Fi ねえやめて Wi-Fi。 いや下りもやばいよー、下りー、右下に出てるのが速度ね。これ自転車で出てる速度だよ。ポガチャルは去ってしまったチームメイトのためにもステージ優勝を目指すっていうね。スプリンターも引き連れて、うん、Wi-Fi Wi-Fi。 マクナルティ、やばい、 Wi-Fi に邪魔されまくっています。アロノ姫子はいや、まあ、暑いのよ。ねえ、みんな、これ見てる？みんなは見れてる？暑いでしょ、みんな。このみんなは、ちゃんと見れてるかい？あ、来た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 。このね、勝負がね、ポガチャルとビンゲゴが戦っていますが、私は Wi-Fi で、ね、戦っています。
そう、山のステージだとさ、やっぱり直線、平地が、平坦ステージが得意な選手はやっぱ山しんどいからさ、不得意だからさ、辛いのよ。こんなポガチャル・ビンゲ号みたいにスイスイみんなが登れるものでもないのよ、そもそもね。そもそもやっとヤコブセンが来た。 Wi-Fi よ、何やっとんねん。そうなの。あー、ポガチャル何歳？今25歳で、新人賞の対象からは外れました。もう、あ、ゴールできました。おもろすぎない？激坂バトル、これフランス行きたいですね。ねえ、仲間のために。で、次のね、次のエピソード5がいっちゃんおもろい。あの Wi-Fi さん、本当にお願いしますね。待って、今日じゃないって。 Wi-Fi、 Wi-Fi 調子悪いんだけど、今日もねえ。初めて見るけど面白い。面白くない？なんか分かんないことあったらさ、聞いてくれたら全部、あの多分コメント欄のみんなも詳しい人いっぱいいるから、私も勉強中だけどさ、教えられるから、ちょっと見ましょう。おもろいやろ。それでは次がね、最後のエピソード5となっております。ドラマが生まれた伝説の第18ステージです。 J スポーツから実況のゲストのオファー来るぞ。え、ねえ、 J スポーツさん、アイドルのゲスト来た前例ってありますか？あの勉強はできる、してるので、よかったらよろしくお願いします。はい、ではエピソード5ご準備ください。ね、ちょっと読み込んでおこう。読み込んどいて見れるようにしとこう。準備 OK？ 女性ゲストが昔来たことはあった。え、本当お願いします。出たーい。お話ししたい、サッシャさん。いや、本当にわかすぎてお恥ずかしいんですけど、あの勉強愛はあるので、今ブワーって勉強してるんですけど。ワウトとポガチャル好きかも。本当？ワウトはね、あのワウトもね、怪我してたんだけど、このなんだっけ、いつかギリシャだっけのレースで復帰したっていう記事を見た。そうそうそう。準備 OK？ じゃあ、じゃあエピソード5いきますよ。悪魔のアイドルは毎年来てますね。ん？え？じゃあ天使のアイドル、よかったらお待ちしてます。よろしくお願いします。はい、
ではエピソード5いきます。3、2、1、ポチ。 Wi-Fi 頼む。本当にこれ大好きな動画です。先ほどのねビンゲ号とファンアルトとポガチャル、すべてが素敵な、あ、ワート、ノルウェーか、ギリシャじゃなかった、ノルウェーで復帰されたんだよね。 UAE とビスマのお二人の勝負、こういうさ面白い動画作ってもらえることが嬉しい。こうやってさ復興できる動画を用意してくれてありがとうございます。総合を目指している選手たちにとっては最後の直接対決で、超級超級一級っていうバカ高山が3つもあるヤバステージなわけですね。でこのステージ終了時点の個人順位がビンゲゴ、ポガチャル、ゲラント・トーマス。ビンゲゴが上手という、この緑ジャージがポイントジャージだから、もうポイントは必要がなくって、サポートをするために今めちゃめちゃ走っています。緑ジャージの人がね、これはこの下りは別に頭に入れなくて大丈夫です。ポギー、ポイントジャージは緑のジャージね。スプリント平坦の人が取る緑のジャージです。めっちゃ仕掛けるけどついていけるっていう、ポイント小ジャージが山岳で先行していくのが変なのよ。いや本当にそう、本当にそう、なんでだよ本当に。平坦の人だからね。ポギー、うわっむっちゃ早っ。いやスピードが違うだよね。でダウンヒル下りに入るんですけども、紳士、わお危なっこれでさクンって元に戻せるのやばいよね、すごい。プー
この人ポガチャルグローブつけてないんだよ。あ、落車しちゃって置いてかれちゃったって思いきや、リンゲ号が後ろ気にしてスピードを落とすっていうね。紳士素敵。クスがお休み、ユンボのウィスマのアシストちゃんたちが抜けて、緑ジャージ平坦得意な人がビンゲ号を引くっていう。でポギが置いてかれちゃうんだわな。おかしいから、この人緑ジャージ着てるんだよ。緑の機関車でポガチャルをどんどん離していくっていう。いやー、ワウトかっちょよいなね、客室ワウトって言われるくらいに何でもできてしまうって。観客危ないからやめてほしいんだよなこれ。やだー、怖ーい。いやー常識を変えていく男。あ、このサーベロは上虫ペダルの新海先輩が乗ってるやつだよね。いやー、ポガチャルも振り切っちゃったやばすぎですあ、そう、このビンゲ号選手ね、あの魚屋さんで働いてた人なのよ。そうそうそう。いや、この最後のねポガチャルのメッセージもね
こういったライバル関係の白熱した対決も面白いんです。ログリッチがスカウトしたんだ。このポガチャル、ログリッチはポガチャル包囲網の中にいた一人ですね。強強、ちょっと不憫選手。ドラマ。水産業者なんだ。そう、普通にはなんか自転車関係なしに普通に働いてたのに選手になったっていう。そんな「ツール・ド・フランス2022名場面集」でした。皆さん一緒に見てくれてありがとうございました。おしまい。面白かったでしょ。ヨナスとポギは TT ではどっちが早いん？ビンゲ号です。ヨナスビンゲ号。ちょっとビンゲ号のタイムトライアルの攻め具合が怖いなんかもうポギとビンゲ号のなんか TT 比較動画とかもなんか YouTube で調べたら出るんだけど、コースの攻め具合がね、なんかあ、やめてください、ダメ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 って感じでやばいから。あ、そう、私がこの言ってる TT のやつは2023だっけ。そうなんです。めちゃめちゃ早いし、スポーツマンシップもというか紳士的な振る舞いも人を魅了するビンゲ号。今年のツールに間に合わせてください。本当に怪我しちゃった選手なんですけど、いないと閉まらないって、お願い、閉まりません。ポガチャルはビンゲ号がいないと抑える人がいないから。よいしょ、ちょっと待ってね。推し選手見つけた。お、いいね。最後の緑ジャージの方めっちゃかっこいい。おー、ワウトファンアールトね。え、もうツールのさ、出場選手ってもう発表されてる？まだだよね。 UAE がアシストはそう入れ替えするよっていう情報しか。そうだよね、まだ出てないよね。でさ、なんか今年のツールは第1ステージ第2ステージが YouTube で無料放送してくれるっていうのを、おお、なんかどっかで見たんだけど、それは出てる？なんか見たんだけど、あ、 TT は個人、このさっき私たちが見てたステージとは、ま、全然違う、本当に一人だけでそのタイムを競うタイムトライアルの略称で TT って言います。そうそうそう、それのビンゲ号の走りがやばすぎるっていう、それで圧倒的な差がついて。面白かった、ありがとうございました。嬉しい、なんか初見の方も結構お話ししてくれてありがとうございます。嬉しい。え、ね、チーム TT は何なん？またみんなで一緒に走るの？
久しぶりにツール熱上がってきた。ちょっと盛り上げましょう今年。見ようね。ひめたんの解説分かりやすかった。本当に説明してあげれるようにもっと頑張るね。ちゃんと私も知らないところ多すぎるからさ、あと歴史とか全く詳しくないからさ、超有名どころしか知らないから、そう教えてください。うん、ドーフィネ第一ステージが YouTube 配信あるっぽい。6月2日、うわ、なんか6月2日なんかあった気がするんだよね私が。え、ドーフィネは何なんですかあれは。あれは何、ドーフィネ普通にロードレース。そう、なんか CM で見てさ、クレティウムデュドーフィネ、誰が出るんだいそれは。え、このあ、出場選手レース開幕の2日3日前に発表されるんだ。そうなんだ、誰が出るんだい。あ、そうそうそう、ツールドフランスの前哨戦って言われててさ、あ、コースが一緒なんだ。あ、主催者が一緒なんだ。へえ。あ、そうなんだ、そうなんだ。ドーフィネ勝った選手がそのままツール勝つことも多い。そうなん、ちょ、見るわ。見るわ。2日ね。OK。覚えとこう。多分お仕事。夜にあった気がする。え、ねえねえ、あ、うん、公園ってさ、公園じゃなかったっけ、私。違う？元 AKB の前田亜美さんが自転車の番組でレギュラーやってるよね。え、そう、チャリダーね。そう、チャリダー。そうなんです。愛知のね、お家では見れないんですけど、NHK。BSNHK。そう。神奈川のお家で録画してもらって見てます。あ、チーム TT はみんなで先頭交代しながら走る TT。 グランツーラーと普通は5人目の選手のタイムで競います。なるほど。自分も今の現役選手あんま知らないので勉強します。私逆に昔の選手が全然全く知らないからさ、知りたい。レジェンズたち。あ、公演1日が S 公演か。じゃあ2日なんかあったぞ。ちょっとまあまた、まあ私は J スポーツ加入したのでドーフィネ全部見れるんですけど、第一ステージが YouTube で見れるらしいので、無料で。私に予定が何もなかったら一緒にまた見れたらなって思います。ひひひ。ロブリッチ出る予定。あれ、そうなんだ。見る見る見る。ゴールパフォーマンスならサガン。すいません、私サガン見たことあるんですよね。サガンっていうか、あのポガチャルも見たことあるんですよね。
直接、はい、すいません。また一緒に見たい。ぜひぜひチポリーニって選手見てみて。チポリーニね。あ、そう、埼玉で見た。あれはいいイベントだよ。嬉しい。また来てくれないかな。うん、チポリーニ。そんな感じでした。すごい楽しかった。なんかこんな喋ったの初めて私。楽しかったです。満足しました。とっても。カベンディッシュ埼玉いた気がするぞ。お父さんがめっちゃ興奮してた気がする。あれ、いなかったっけ。解説してくれるの楽しかった。うん、もっとちょっとちゃんと説明できるように勉強するね。ありがとう。ドーフィネ、あ、出場選手コメント書いてくれてる、ありがとう。あ、クスでいるんだ。あ、カベンディッシュ、え、いたよね、いたよね。そうそうそう。あ、コンタドールは知ってるよ。怒りのコンタドール。そう、あ、そうだ、皆さん宣伝しとこう。合わせて宣伝しとこう。アラノ姫香のね、YouTube 動画も YouTube で無料で見れるので、よかったら SKE48 の公式チャンネルをポチッとしてもらったら動画で一番上に出てくるはず。 SKE48 劇場から聖地までロードバイクで行くという動画を YouTube に投稿しております。今なんと6.3万回再生されてる。あれから2000回再生プラスされてますね。やばいですね、本当に。びっくり。ありがとうございます。動画見た。お、 YouTube で知って今ここです。ええー、そっか、 YouTube から知ってくれたんだ。ありがとう、嬉しい。ぜひファンになってください。幸せにするよ。嬉しい。そっちも一緒に見る配信してみない？いや、ちょっとごめん、これちょっと私は恥ずかしくって全身かきむしっちゃうから、これはみんな一人で見てください。すいません。ドーフィネとかツールドフランス一緒に見れる YouTube 無料配信の時があったら一緒に見ましょう。またそれは X の方でお知らせするのでお待ちください。うん、ぜひ。ケイリーはまだ勉強してるの？ケイリー見てるよ。予想はしてない。なんていうの？お金は使ってないんですけど、ちゃんと見てます。自転車全く詳しくない自分も姫タン解説で楽しめました。よかった。嬉しい。面白いからね、ロードレース。ただ見るきっかけがのハードルが高いというだけだから、見て覚えちゃえばめちゃめちゃ面白いからさ。そうなのよ。だからぜひ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 、私をきっかけに知ってもらえたらなって思います。そんな感じですかね。はい、ロードバイク欲しくなる？いや、欲しくなるんよ。
欲しくなるんよ。で選手と全く客室もうパワーが全然違うなってなってへこたれて頑張るんですわな。楽しかった、本当ありがとうございました。ツール前に姫たんの予想会して、えーやば、わかった、ちょっと覚えとくわ、予想しましょう。SK48 もロードレースも見れば楽しいけど触れる機会が確かに少ないかもね。えなんか合わさることによってよりどっちもが盛り上がったらね、盛り上げることが願いです。私の面白いんだぞっていうことをこれからも広めていけたらなって思います。そしてロードバイク好きな人にもね SK48 のことを知ってもらえて、なんか SK48 になんかグランツール喋れるやつがいるらしいなみたいな感じで噂になったらすごく嬉しいので、ロードバイク乗ってる子が SKE にいるらしいなってね。競輪の推しは郡司選手です。同郷、もともとどっちも好きなのはどうすれば、めっちゃ不況に回ってくださいあなたは。もう今この配信が終わったらすぐにハッシュタグアラの姫か、ハッシュタグロードバイク、ハッシュタグ J スポーツってSK48 になんかグランツール好きなアイドルがいるらしいね。今日もなんか同時視聴配信とかしていたらしいねって、皆さんよかったら発信してあげてください。これでなんか広がったらとっても嬉しいです。はい、ではよろしくお願いします。楽しかった、お付き合いいただきありがとうございました。すいません、あのこれ一緒に見てても何もわかんねえやって人も多分いたと思うんですけど、でも大丈夫、今日が初日だから、あなたにとってのこっから私が叩き込むのでよろしくお願いします。うん、架け橋になるぞ、架け橋になるぞ、ぜひぜひぜひ。今回ねツールドフランスカフェも東京と大阪と広島で行われるのでね、皆さんよかったら行ってみてください、調べてみてください。ではおやすみなさい、お付き合いいただきありがとうございました、楽しかった、ありがとう。またね、ね、みんなで見るの楽しいね、よろしくお願いします。そしてアラの姫香の YouTube の動画もよろしくお願いします。またね、ありがとうみんな、またね、またね、またね。